いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所タンサックです。今回はアシェットさんの週刊黒金の城マジンガー Z32 号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのマジンガー Z の組み立て動画は再生リストからご覧になりますのでよろしくお願いします。よいしょ、じゃん。わあ、ちょっと赤いものがないのでホバーパイルダーの続きは作らないのかな。どうなんだろう。開けてみましょう。赤っ、あ、出ちゃった。おお、すごいラメってる。ピカピカ。重たいですね。手のひ、甲か。手の甲か。手のひらか。わかんないけど。右手かな？左手かな？はい。それでは、今回は32号ということで、早速作っていきます。皆様、チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。はい、それでは今回は左手の組み立てということで、ここのグーしてるところですね。グーとかパーとかできるのかな、ちょっとそれ気になりますね。これとこれは、これね、重たい。ダイキャストです。で、この、あ、これじゃないな。これは、なんだろうね。これと、これと、名前ないからな。このキャップとカップ。なんか透明なの入ってたんだ。あった。見逃してた。透明なのと、と、ネジが3つです。わあ、なんかめっちゃ簡単そう。今回は、固定部品の取り付けということで、これ裏返しにして、で、んで、これを、こうか。ん？こうか。こうして、わ、秒で終わるじゃん、秒で。ワッシャー付きの銀色のネジで、くる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 っとして、こっちも、くる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 っとして、グーかパーか。関節が動くか気になりますね。手の甲かな、こっち。グーかな。あ、これが親指だ。だから、手のひらだ。あ、手の甲、手のひら。手のひらですね、これ。うんうん。左手だしね。はい。じゃあ、ここに固定部品を取り付けて、完成です。え、早っ。こんだけか。で、これとこれとこれは保管です。パイルダーも作りませんでした。はい。じゃあ、組み立ては。はいや。そうなの？これじゃあ、右手もこんな感じだよね、多分ね。はい。じゃあ、32話のエピソードの解説をしていきます。解説っていうか、全然解説してないんですけどね。私のただの個人的な感想です。はい。第32話は恐怖の三つ首機械獣というタイトルで、今回登場する機械獣がゲルベロス J3。 3つ頭があって、あ、首か。体長22メートル、体重260トン。マジンガー Z 打倒のために作られた機械獣で、主にアシュラ男爵が指揮しました。で、三つの頭にそれぞれ異なった武器を装備しちゃって、これは炎を吐くし、これはなんかバリアを分解する光線出したりして、あと、ね、熱線を浴びせたり、この人は紫の頭は超音波。これが結構ね、溶解液、いろんなものをね、新幹線溶かしたりとか、そういう、
こいつがすごい活躍していました。緑がハイブのロケットで高速移動ということで空を飛べます。さまざまな場所に現れ地上のマジンガーをオーバーヒートするまで翻弄したということで、結構強い機械獣です。今回のアシュラ男爵の策略は機械獣にたくさん暴れさせてマジンガー Z をおびき出す作戦。これちょっと三つ首じゃないんですけど似てるやつ、ゲルベロス J3 だと思ってください。で、新幹線を破壊してビルを破壊してコンビナート地帯や港の船などを襲いました。で、この機械獣がすごい速さでいろいろ飛び回るんで、マジンガー Z はルストハリケーンってしてもシューンって避けられちゃって、ロケットパーンってしてもそれもシューシューって避けられちゃって、すごいすばしっこいんですけど、最後にはよし今度こそって言ってブレストファイヤーギューンってブレストファイヤーってすごい威力でするんですけど、結局それも届かずに、でこう飛び回ってるんでそれを走って追いかけます。で、すごい今まで変な、なんかこんな走り方だったんですけど、今回はすごいね、めっちゃフォームも完璧で、もうシャーって走って走りまくっちゃったらエネルギー使い果たしちゃってオーバーヒートしてしまいました。それがアシュラ男爵の狙いでした。で、修理します。もうなんかね、なんでマジンガー Z って今まで空飛べないんだろうなと思って、だってさ、今回もユミ教授は空を飛べるようにするにはすごく難しいって言ってたんだけど、その辺ね、ドクターヘルはたくさんね、もう何体も空を飛べる機械獣作ってきちょるけん、なんかそれをね真似したらいいのになと思っていました。いつもなんでだってドクターヘルはいっぱい空飛ぶ機械獣作ってるけん真似したらいいのにと思うんですけど、ユミ教授はすごく難しいって言っています。そこでマジンガー Z を修理中に兜小路は苦肉の策で空を飛ぶことを思いつきます。それがですね、まさかのアフロダイエースの胸ロケットを掴んで飛ぶというまさかの荒技なんですね。マジンガー Z が回復しまして、また機械獣が現れました。そしてまたすごい綺麗なフォームで全速力でバーって走って、それもアフロダイエースもすごいこの速さについていって、でこの速さっていうのがロケットと同じスピードで走ってるんですね。でもユミ教授とかエネルギーがもうなくなっちゃうから爆発するからやめなさいって言ってるんですけど、兜小路は全然聞かずにブワーって走っていって、でロケットと同じぐらいのスピードになったら、今だ胸ロケットを発射させろって言って、って言いながら胸ロケットを発射させます。で胸ロケットがここまで来たところでジャンプして、その胸ロケットを掴んで、ついにマジンガー Z が飛ぶことができました。飛ぶことができた、こういう感じですね。ロケットを掴んで飛びました。でみんなおーってなって、マジンガー Z が空を飛んだってなって、で結局空中戦になってガシャン羽交い締めにして、でロケットをこう掴んでたやつをロケットを下に向けて、シューンと地上まで降りていって、まずはここのもう飛ばないようにロケットパンチ、違うな、お腹から出てるロケットでまずここの空飛ぶやつをぶっ壊して、そしてあとは三つ首を引きちぎって
おりゃーって引きちぎって、最後、光子力ビーム、目から出して、ドカーンと勝利しました。これにはドクターヘルも、兜博士よ、わしは君が羨ましい。敵ながらあっぱれな後継ぎを持ったと言ってよいだろう。と、素直に褒めていました。はい。伝わったかな？ということで、次回の33号は、左手の組み立ての続きとコバーパイルダーの組み立ての続きになります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。マジンガー Z の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そして探索ではしょっちゅう模型作りの生配信もしています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか？探索団はあなたの入団を待っちょよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。またね。探索の動画を見ていただきありがとうございました。カセットのマジンガー Z はさくらちゃんという一人の女の子の願いを叶えるために立ち上がった探索団の協賛による制作シリーズです。詳しくは概要欄をご覧ください。そして探索のチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズを紹介しちょって週に2回 YouTube ライブも配信しちょうけん、よかったら遊びに来てください。そして励みになるけんチャンネル登録もよろしくお願いします。だんだんねー。